今日は食べる力の重要性とオーラルフレイルの予防について解説します。最近食事や薬が飲み込みづらかったり、よくむせるようになったと感じることはありませんか？これらの原因は食べたり飲んだりする口の機能の低下、いわゆるオーラルフレイルにあります。飲み込む力が衰えると唾液や食べ物と一緒に細菌が気管に入りやすくなり、誤嚥性肺炎にかかりやすくなります。肺炎は高齢者にとって命取りとなる病気であり、介護が必要な状態になる原因にもなります。誤嚥性肺炎を予防するには、食事はしっかり噛み、唾液とよく混ぜてから飲み込みましょう。一口の量は無理のない量にしましょう。ながら食べはやめて食事に集中しましょう。背を伸ばし姿勢よく食べましょう。今日は噛む力と飲み込む力に効果がある体操をご紹介します。一緒に実践してみましょう。では飲み込む力をつける体操を2つ紹介します。飲み込みに関連する筋肉を鍛えることで、食事中のむせなどの症状の改善につながります。最初はおでこ体操です。この体操は血圧の高い方や首に障害のある方はやらないでください。まず椅子に深く腰掛けます。次に片手をおでこに当て軽く押します。そのままおへそを覗き込みます。5つ数えます。1、2、3、4、5。正面を向きます。体操中は息を止めず鼻で呼吸をしましょう。では一緒にやってみましょう。1、2、3、4、5。この動きを5回繰り返しましょう。慣れてきたら10回まで回数を増やしましょう。次はベロ出しごっくん体操で飲み込む力を鍛えましょう。舌を軽く下唇の上に出します。この時軽く舌を噛み、唇は軽く閉じます。この状態で唾液を飲んでみましょう。では一緒にやってみましょう。口に唾液がたまらないと飲み込みづらいので、時間を置いて 2,3 回繰り返しましょう。おでこ体操、ベロ出しごっくん体操ともに食事の準備体操として1日3回から始めましょう。おいしく安全に食べ、心身ともに健康でいるために、まず口が健康であることが大切です。そのためには飲み込むために必要な筋肉を鍛えましょう。さあ今日からトレーニングを始めてみましょう。